私が愛用している IKEA のドレッサーでも唯一気に入らない場所があるんです。唯一気に入らないのがここ、取って、これがちょっと引きにくいということで、ダイソーでこれを買ってきたよ。ここのドレッサーの持ち手を取り替えてくる。ついてるネジを外して、はい、簡単に外れました。ちなみにネジは4本ついてます。私はこれを使う。あとはネジで締めるだけ。できた。あ、めっちゃいいじゃん。わぁ、引き出しやすい。ではこっちも交換するよ。せーの、はい。ということで、こんな感じで両方とも交換しました。実に開けやすい。